です。また醸したこの展開です。左から上がっていきます。追い越すのは若狭、中に勝つと右がシュート、決まっていった。ゴールを決めたのは先制福島、6番の鴨志田隆、32歳が決めていきました先制ゴール。前半の手元の時計で25分、ベテランの鴨志田隆混戦の中決めていきました。2人をここかわしつつ少し回転が変わったか、インステップで少しアウトにかけたんでしょうか、少し変化をかけました。